せーの。お三人とここにガッチャンです。めっちゃすごい痛かった。あ、本当だ。見てわかるじゃん。これはもう振動取るしかねえ。振動じゃねえや。え？あの1号線行くしかねえからね。ドアが開いてる。この前反対車線車来ても通れない。まあね、この渋滞。慣れてねえんだろうなこの道な。狭いわここは。狭いよ。ゾーンね、超渋滞してんの。いや俺曲がるよ。もう帰る帰る。隣のワンはなんか信号無視していくのかと思っちゃったりしてた。さすがにねえだろ。初見でそれみたいな。この位置だったから良かったよ、まだお互い、はい、気づかジェスチャーであの人も気づいたし、うん、危なかったよね、あれ。さて、これさせてもらうのは、いやー、予想通りだな。あ、針を突っ切った。見せてくれるかな、見せてくれるかな、見せてくれるかな。見せてくれました、ありがたいです。ありがとうございます。あなたが神でしたか。いやー、もうすげえ。ここはね、まず、ここはもう、多分ここが無難だと思う。あそこまっすぐ行くと、うん、どこ行くんだ、あれ。まっすぐ行くとどこ行くんだろう、あれ。箱根湯本。もみきも結構、行くね、行くね。そのまま天国に行っちゃうね。たっちゅうこと言うの。え？さんちゅうこと言うな、君。うん、だって安全運転しろよっていう。そのまま天国行くよ。災害ひどいな、ひどいな、うん、ひどいな、じゃねえよ。あ、でもこのぐらい動いてればまだいいよ。さっきも止まってたじゃん。そうだよ、あそこまっすぐ行ったら箱根湯本駅だもんな。そう、うん、だよね。うわ、みんなそこ通るってかな。絶対この後はいいと思う。まあいいや、頑張ってください。
地方だからそんな混んでもないんだぜ。いまいちあれ土地勘ねえんだよ。バーベキュー、あと宿泊施設のバーベキュー場、うん、で7人組のお客様が利用していただいて、その残骸が非常にヤバくてびっくりしました。ひどさを感じる。そんなにひどいの？あれも大概ひどかったけど、これ金払って借りる施設でこれなんだと思って。やべえ、基地が酒飲みすぎたのかしらね、知らないけど。見せたいけどなかなか。コケキの木だ。これ上がるか。拡散したからかな。Now, now. 何が？運転 Now, now. 今どうしたの？役に立ってますね。いや、それだよ。くそ。いや、買っといてよかった。これまだ設定跳ね上がるっていうのあるよね。リアルフォークとか。ちょうだい。あ、まぶちいいな。何を？前の車。あ、まぶちいな。ポテチに食べようよ。いいよ、もう。よくないね。バカで食ってるお店。反応がちょっと面白かった。悪いけど